平成24年9月8日茨城県日立市、JR 田奈駅前では、毎年恒例のよかっぺ祭りというものが実施されています。よかっぺ祭りが実施されている、この田奈駅前ではどのぐらいの放射性物質が、コンクリートやアスファルトに吸着しているのか、今測定しているところなので早速見てみましょう。それでは早速、測定している測定器の数字を見てみます。こちらになりますね。1平米あたり約1万1000から1万2000ベクレル、1万1000から1万2000ベクレルあります。